じゃあ、さあ、いろいろ悩みの深い、たくちゃん。脱いでいいですか、これ。いや、熱くなってきたの。熱くなってきた。いや、脱いでください。さて、はい、まあ、セリーグで広島を皮切りに、はい、ヤクルト、巨人ってユニオンに来て、ね、そのチームのいいところ、なぜカープが3連覇できたとかさ、3連覇した時にいたでしょ。まあ、3連覇のうち2連覇いました。そうでしょ、はい、いたでしょ。で、ヤクルトが強くなる礎を作ったで、巨人も、連覇してみたいな。まあ、ジャイアンツは結構優勝してるよね。あ、そうですね。で、まあ、A クラス率は高いですね。そうだね、はい、いや、それで広島の本当にいいところ、ヤクルトのいいところ、巨人のいいところ、まあ、それぞれ違うと思うんだよね、球団の色があって。それは何、どういうとこが違う。まず広島、俺は俺の勝手な印象だよ、なんか家族ぐるみでなんかアットホームな感じがする。アットホームって言ったらヤクルトの方が。あ、そう、はい、アットホームな感じがします。あ、みんな仲いいって、はい、いや、もちろんあの広島はどっちかやっぱり小さい町なので、うん、その町全体でもう本当に朝あった挨拶が昨日カップ勝ったねくらいな感じのまあ、まあ、もうカープ一色なんですよ、街が、うん、ローソンまで赤くなる、まあそうだよね、ところなので、だそういう意味ではそのチームっていうよりも街、まあ選手からコーチになったじゃない、はい、生活しにくかった。いや、僕は逆に良かったです。広島よく言われるんですけど、うん、ちょっとやっぱり住みづらいとか、いやいや、一歩出たらさ、ああ、タクロータクロータクローって、はい、それがまあ、もちろん広島にいるときに声かけるのは当たり前なんですよ、うん、声かけられる、もう声かけられるもんだと思ってるんで、うん、東京に来てからもかけられるようになりました。広島に行ったら、広島カープファンって東京にすごく多いんですよ、東京カープってあるぐらいなんで、はっきり言って横浜の時は別に東京うろうろしてても何も声かけられなかったんですけど、うんうん、カープに行ってからオフでこっちに帰ってきて、うん、街歩いてると、タコさんですよね、カープファンなんですよって、カープ、どこでも声かけてくるのがカープなんです。なるほどね、はい、で、広島のいいところっていうのは、僕やっぱ練習をとにかく選手がめちゃくちゃするっていうじゃない、そういう伝統っていうのはまだ残ってたの。残ってましたね。やっぱりあるの。僕選手で最近行ってるんですけど、行った時はブラウンだったんですけれども、うん、ブラウンどっちかって言ったらもう練習しなさせないよね。まあいろんな練習法、僕、うん、練習法があって、まあ、これはこれで勉強になるなと思ったんですけど、そんなに、まあでもブラウンも日本にいた監督なんで、それなりにやっぱり練習っていうのはしてました。そんなに全然やらないっていうことはなかったですけれども、うん、ただやっぱりその後野村健次郎さん、緒方さんってもう生粋のっていうか、カープのもう伝統の2人が監督をやってたんで、やっぱり練習の厳しさっていうか、まあ練習がきついっていうよりも厳しさはやっぱりありましたね。あ、厳しいんだ。はい、それはすごく感じましたし、まあでも練習も普通に僕とかコーチとかでも任せたって言ってやらせてもらった部分もあるんで。でもさ、今なんか若い子をさ、はい、厳しく、はい、叱咤したらさ、なんかもうへこむとかいろいろあるじゃん。まあ、そうですね。だからそこを、うん、が難しいんですよ。やっぱ難しいのよ。それを叱りと、うん、捉えるのか、怒ってると捉えるのか、うん、励ましと捉えるのかとか、ね、っていうところなんですよね。だから僕ら、だからコーチとかでも豊さんも経験あると思うんですけど、まあ、もちろん一時的な感じでわって怒りがあって、その勢いで怒ってしまう時ってあるかもしれないですけれども、意図してもうみんなの前で叱る時ってないですか、選手の見せしめじゃないけれども、こいつをみんなの前で叱ったらチームが締まるっていう、まあそういうところもまあ考えてというか。いや、広島はやっぱ厳しさがやっぱいいところなんだ。厳しさ、何でしょう、まあ、僕は組織的には太い幹が1本ドーンと、もうトップダウンなんですよ、うんうん、広島は、まあ、松田オーナーがいて、松田オーナーの言うことがもう、うん、そのまんま、まあ、全てというか、もう上から下に降りてきて、もうそのまま、もう
黒でも白ったら白あそうまあそんなことはないですけど、ちょ悪い例えになってしまいましたけど、いやいや、まあ、まあそのぐらいあの権限があるということですね。そうですね、うん、で下からも上にそのまま行くので、すごくあの僕はシンプルで、うんうん、話が早いんだ。そうです、いや、やりやすかったですね、うん、逆に、うんはい、ヤクルトか、ヤクルトがでもどっちかって言ったら、まあ元々いた横浜っていうか、うんに近いところあるかなっていう似てん気はします。どういう近さだ。まああの緩い悪い言い方してしまうとちょっと緩さあるかなっていうのはありましたけど、ただ僕が行った時は宮本慎也が一緒に行ったので、そこはもうピシッと締めて、広島の野球はそのまんま、まあ、僕も行ったのでそのまんまあのヤクルトに受け継がれたような感じで、あの選手はもう戸惑ってたっていうか、いや、まあ、戦々恐々としてやってたとは思います、うん、それさ、広島だったら当たり前のことでしょ。でも当たり前のことをヤクルトに注入しようとしたら、はい、ちょっと拒否反応というか、まあ最初はそうでしょうね。でも僕はあのどこの球団であろうと、ある程度のやっぱり若い選手、年齢の若い選手っていうのは、うん、まあ、鉄は熱いうちに打てじゃないですけど、ある程度やっぱり強制的にでも、うん、あのただこうむやみやたらに量を厳しくっていう必要はないと思うんですけれども、うん、ある程度はやる必要はあると思ってるので、あるね、うんうん、はい、指導法としてね、はい、うん、そしたら何、ヤクルトはアットホームな感じが、アットホームな感じは、まあ、いいところしますけど、でもじゃあやりやすかったでしょ。やりやすいって言えばやりやすいです。戸様だったんですけど、うん、まあ、もちろんあの僕の中では選手自体からいて9年いたっていうことを考えると、やっぱりカープなんですよ、うん、土壌的に一番こう合ってたっていうか、うん、やりやすかったっていうのはもう選手からそのままコーチになって、うん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 、でコーチで初めてコーチでこう移籍してきたというヤクルトが初めてだったので、うん、やっぱり最初戸惑いはあったんですけど、ただやっぱり宮本慎也がいてくれたので、うん、あそこもう厳しくやってくれたので、僕は その後ろからこうやって一緒にやってる感じがあったから、ある程度はこうすんなりというか入って、うん、だからカープで指導してたのを継承できるような感じの環境が整ってたということですね。巨人は？巨人は、巨人はなんかこう旗目から見せると難しそうな感じがするけどな、うん、もうどっちかって言ったら先ほど選手ファーストのところがあるので、うん、まあ、どっちかっていうと選手を大人扱いしたチームなのかなっていう感じはします。で認めるんだ、あんまり強制的なにやらせるなっていうところであったり、うん、特に一軍の場合はもうゲームのため その準備であって疲れさせることとかそういうことはもう一切なしみたいなところはあります、うん、常にゲームに全力で臨める準備をさせてくれっていうところはあると思います、うん、まあ、例えば広島とヤクルトだったら、うん、まあ、鍛錬も含めた練習があって、うん、で試合があるじゃない。で巨人の場合は試合のための練習があるという、うん、どちらかというとだから選手層を見てもあれなんですけど、まあ広島の時はそれこそ田中、菊池、丸、うん、鈴木誠也とかもそうですけど、うん、あの辺がまだ若い時で、うん、もう叩きがいのある時で、そういう選手たちがこう力をつけながらこう試合に出ながらも練習量もこなしてっていうところ、うんうんうん、そうだね、でヤクルトの場合もどちらかといったら、まあ、出来上がった選手っても山田哲人とか試合にずっと常時に出てて、山田哲人もまだ26、7とかそれぐらいの年齢だったんですよ。でベテランって言われる選手で、まあ、青木宣親とかあの辺になってきて、選手層的にはすごい若いチームで、ジャイアンツっていうその2球団に比べるとジャイアンツっていうのはもう出来上がったチームっていうか、うん、出来上がったところに僕行ったら何もすることがないみたいな感じですね。
でもあの広島はポンポン若手がどんどんこう底上げのように出てくるじゃない、まあそこはヤクルトもそうじゃない、まあそうですかね、うん、今ね、はい、巨人がなんで出てこないの、なんかそれは感じた、これじゃ出てこないよなって、まあ、言いにくいと思うけど、うん、まあ、後半3軍に、うん、行ったじゃないですか、うん、で3軍の選手何あの、まあ、フェニックスリーグ行ってる選手から、まあ、漏れた選手っていうかの残ってる選手だけ数人こう見てたんですけど、うん、何でしょう、話がちょっと矛盾してしまうかもしれない、 や、まあ、やりがいはあったんですけど、ただあのこれという特徴がない、特徴がだもう ほとんどいたのが育成の選手なんですけど、うん、足がめちゃくちゃ速いとか肩が強いとか守備がめちゃくちゃうまいとかっていうのがあまり、ただすごく一生懸命やってて、あこのまま行ってくれたらいいなっていう選手がいましたけど、まあこれどうやって育てていくのかなっていうのは思いました、うん、まあ別にダメとかじゃないんですよ、うん、そうそうそう、だから平均的な選手は平均的に全部上げていかなきゃいけないからね、だからそこは現に時間かかるだろうな、うん、そうですそうです そういうことです、あの、うん、悪いとかじゃなくて、そうそうそう、選手一人一人が悪いんじゃなくて、そう攻守で全部がまだこう未熟な部分があって、ね、どれかこう足が速いとか、ね、足が速かったらさ、もうとりあえずダイソーでもさ、そうそうそうです、もうとにかく足磨けっていうことになるけどさ、そうそうそう、3つ揃って上がっていくっていうのは難しいもんな、その正三角形が小さいんですよ、その正三角形をこれを平均的にこう全部大きくしていくのにかなりのやっぱり時間はかかるなっていう気はしました、わかりました。